委員長、佐藤圭君。<laughs> 自由民主党の佐藤圭でございます。関連するあの二つのですね法案があります、えー。時間も大変限られてますのでですね、あの簡潔にあの質問の方をしていきたいというふうに思います。まずですね、えー、基盤強化法法案の方でありますけれども、まああのポイントとしてはですね。 まあこの人のうちプランをまあ法定化するということが、一つのポイントなわけでありますが、これをまあ法定化したことのですねえ意味合いですね、この意義と、またこの効果について、ですねえ端的にいいお答えをいただきたいと思います金子農林水産大臣。お答えいたします。えー、今後高齢化化人口減少が本格化いたしましまて 地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することは待、ま、ったなしの課題でありますこのため農業経営基盤強化促進法の改正案によりまして市と農地プランを法定化しまして地域の話し合いにより 目指すべき将来の農地利用の姿を明確にしまして、それを実現すべき地域内外からの農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めていくことといたしております。えー、他方、コロナ禍のお中でですね、新たな生活スタイルを求めまして、 都市と農村を人々が行き合う田園海域がです、ね、一層加速化しておりましてこの木を捉えて食料の供給基地であり多面的機能を有する農産漁村地域を持続可能なものとしていくためにはまず低下した集落機能を補完いたしまして農用地保全地域資源の活用等の取り組みを支援すること地域資源の 活用により事業を生み出し、えー、農産・漁村発イノベーションを推進しまして所得向上と雇用機会の創出を図ることが極めて重要であると考えます、えー、このため農産・漁村活性化法に改正いたしまして、えー、農用地保全に取り組む際必要な農用地等の権利関係の一括整理を行いましてまた 農産、漁村、発イノベーションのための施設を整備する際の農地転用等にかかる手続きの迅速化等を措置することといたしております。このような両法案による措置を一体的に推進することによりまして、地域の農地の利用、保全を計画的に進め、農地の適切な利用を確保してまいりたいと思います。 佐藤圭君ご丁寧にご,あのご答弁をいただきまして、ありがとうございます。えーまあ、その全体像です、ね、あを、まあ、あの描いていかないといけないわけですが、まあ、この目標地図のです、ねまあ、素案は、まあ、農業委員会が作るということになっているわけでありますけれども、まあ、あの農業委員会もです、ねえーまあ、負担軽減を図るという観点で、まあ、デジタル化をですね、 進めていく必要があります、まあ、今回の法案でもデジタル化をです、ねまあ、進めていくということで、あの内容、盛り込まれているわけでありますが、まあ、どういった内容で,です、ね、あの実際、どういった形で負担軽減,軽減がなされるのかです、ね、ご説明をお願いいたします中村林水産副大臣。お答え申し上げます。農業委員会による目標地図の素案作成につきましては、農業委員会の事務負担の軽減を図ることが必要でありまして、 佐藤委員ご指摘のとおり、デジタル化を進め、各農業委員や推進委員が使いやすいシステムとするとともに、きめ細かなサポートを行っていくことが重要と考えています。具体的にはですね、推進員等がタブレットを円滑に活用できるように、収集すべき情報の項目を分かりやすい形で、国において統一的に定めますとともに、 容易に入力ができるよう、タブレットの入力画面を可能な限り観測化をしてまいります。加えて、タブレットの使用方法につきましては、農業委員会に対する研修や巡回による捜査指導を、都道府県農業会議が行うこととしております。こうした取り組みを進めることによって、農業委員会の負担軽減をデジタル化とともにです、ね、進めてまいり所存です。 佐藤圭君ありがとうございますあの、まあ、デジタル化をです、ねまあ、進めていくことは非常に大事でありますけれども、まあ、実際にそれがです、ね、あの現場であの利用できる環境にあるということが非常に大事だというふうに思いますので、あの副大臣からご答弁いただきましたけれども、そのやはりサポートをです、ね、あのしっかりやっていただきたいということをお願いしたいと思います。また、あのデジタル人材の確保ということもです、ね、含めて、しっかりお願いをしたいというふうに思います。 で今回あの、まさに一番の目玉というところがです、ね、やはりあの土地改良事業との連携などによってです、ね、まあ、地域計画、この目標地事の作成、実行に対するこの、まあ、インセンティブですね、このメリット措置、まあ、これが非常に重要であるというふうに思いますけれども、このインセンティブについてです、ね、詳細にご答弁をいただきたいと思います。三好経営局長 お答え申し上げます基盤法等の改正法案におきましては、地域の話し合いによりまして、目指すべき将来の農地利用の姿を目標地図として明確化して、それを実現すべく、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めていくこととしております。農地の集約化等を進めた場合のメリットとして、作業がしやすくなって、生産コストや手間を減らすことができるなどがあることを、丁寧に現場にご説明をして、 現場ににににおおける目標地図ののの作成これに基づく集約化との取組の促進に役立つようにしたいと考えておりますまた、これらの取り組みを後押しするため、目標地図の作成に向けまして、地域での徹底した話し合いを支援するほか、農地バンクと連携した農家負担ゼロの基盤整備につきまして、価格整理などに加え、新たに農業水利施設等の整備を行えるようにする。 地域でまとまった農地を農地バンクに貸し付けた際に、地域集積協力金を交付するなどの支援策を講じてまいります佐藤慶君。ありがとうございます。あの今、ご答弁いただいたです、ねあの、このインセンティブでありますけれども、おまあ、かなりです、ねえー、幅広くです、ねえー、活用しやすいようにしていただいているというふうに思います。まあ、そのメリットがです、ね、あの十分に 現場で,です、ね、伝わるように、あのしっかりと説明をです、ね、あの尽くしていただきたいというふうに思っております、よろしくお願いしたいと思います。で、あのまあ、全国的にはです、ね、もちろんあの全国をこれ、平均で見れば、この農業の成長産業化ということにはです、ね、もちろんあの農地の集積、集約化をです、ねまあ、進めていくということが、まあ、あの大変重要なわけでありますけれども。 私の地元の奈良県なんかはです、ね、まあ、これ、非常にあの高地面積がです、ねまあ、そもそも狭いといった、そういった環境にありますし、また、奈良県のです、ね、県土の約8割は森林ということもありまして、かなりあの中山間地がです、ね、あの非常にです、ね、多いという、まあ、そういった環境でもあります。あの一方で 奈良県ではです、ね、高知面積が狭いにもかかわらずです、ね、あの少量ではありますけれども、高品質なさまざまな農産物を作っていると、そういった環境にあります。 そういった中で,です、ねあの、もちろん、この農地の集約化、集積というのをです、ね、まあ、こういったあの法律をもとにです、ね、まあ、全国的に一律に進めていくことは、これ、非常に大事でありますし、あのその決意をです、ね、大臣にお答えいただきたいというふうに思うんですけれども、一方で、私がまあ申しましたような、まあ、そういったです、ね、必ずしも大規模化、集約化がです、ねまあ、難しい、まあ、そういった地域もです、ね、含めて、 どういった形で,です、ね、今回の法案の中で,です、ね、全国的にこういった集約化、集積化というものを進めていくのか、大臣にお答えをいただきたいというふうに思います金子通り、今後、高齢化、人口減少が本格化いたしまして、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農業の成長産業化に向けまして、 農地の集約化等の取り組みを加速化することは待ったなしの課題というふうん、に思っております。このため、今回ご審議いただいている法案に基づいて、各地域の農業者や関係,関係機関等の方々と一緒になって、国もしっかりと支援しながら農地の集約化等を進めることによりまして、地域の農地が今後とも、 適切にに利用されてていいくくよう努めていく考えです、えー、特に中山地域における農地は平地と比べて傾斜、えー、地や強硬な所持地が多いものですから、えー、我が国全体の約4割を占めております、えー、国土保全等の多面的機能の発揮の観点からも 重要な役割を担っておりますこのため中山間地域におきましては今回の法案と合わせまして農地バンクと連携した農家負担ゼロの基盤整備や京阪除去や暗渠排水等のきめ細やかな条件整備を行い中山間地域において要件を緩和している 農地バンクの地域集積協力金等の支援策を講ずることによりまして農地の集約化等を進めてまいりたいと思います、うんえー、法律を作って終わりではなく各地域で取り組みが実践されていくことが重要でありまして現場の声をよく耳を傾けまして寄り添いながら関係者と一体となって、えー、課題の解決や 施策の推進に努めてまいりたいと考えています。佐藤圭君、え大臣ありがとうございました。あのもちろんあの地域でですね話し合いをして、えー、どうやって、えー、農地をですね集積していくのかというのをまあ議論していくわけでありますけれども。 あの大臣からご答弁ありましたように、まあ、あの中山間地域、全体で約4割というお話がありました、これ、相当な割合で存在するわけでありますので、なかなか地域で皆さんで話し合ってくださいよというだけではです、ね、前へ進まないということであると思いますので、あのやはり農水省のです、ねまあ、積極的な関わりの中で、まあ、その非常に難しい環境の中でもです、ね、この集積、集約化がどうやったら可能になるのかということをです、ね、これはぜひ知恵をですね、 あの出していっていいいいいったただきたいなという,ふうに思います、まあ、それがあの私の地元の奈良県も含めてですね、まあ、全国で4割あるまあその中山間地域のです、ね、農業を守っていくということにもなるわけでありますのであのここはあの農水省の力のです、ねえー、出しどころあの踏ん張りどころだと思いますのでぜひともよろしくお願いをしたいというふうに思います。 それではです、ね、あの活性化法の方に少し生かしていただきたいと思いますけれども、あのまあ、活性化法の中で,です、ね、えーまあ、1つの,この選択肢として、まあ、リンチ化というのがです、ねまあ、あるわけでありますが、あのまあ、簡単にこれ、リンチと言いましてもです、ね、えーまあ、これもあの私の地元の奈良県の話をしますと、まあ、あの約8、県土の8割が森林。 かつです、ね、森林をこの保全管理するということがいかに難しいかということ、あのまあ、地元のです、ね、実情を言えば、なかなか山の管理がです、ね、手入れが十分にいかずに、まあ、それが災害にです、ねまあ、結びついたりということで、これ、非常にあの難しい環境にあるんですけれども、あの林地化というのはまあ単に植林とかだけではなくてです、ね、干ばつとか枝打ちとか、まあ、これいろんなこれ長期的な作業が。 発生するわけでありますけれども、こういったこの継続的な管理がです、ねまあ、最低条件となりますけれども、まあ、そういったことがです、ね、これ、可能な仕組みになっているのかどうかあの、ご答弁をお願いしたいというふうに思います。 農村振興局長お答え申し上げますこの農用地保全事業によりまして、ですね農地を林地化するにあたりましては、この有料農地の確保に支障が生じないことはもちろんでございますけれども、林地化した後にですねこの当該土地が地域系森林計画に編入をされまして、植栽のみならず、干ばつ等の適切な森林の整備が継続的かつ確実に行われるということが重要であると考えているところでございます。ここののためこの活性化計画の 作成実施にあたりましては、市町村または都道府県の農業部局と林業部局が、え綿密な連携を図りまして、地域森林計画への編入を行いますとともに、え林地化の取り組みを実施する農林漁業団体等に対しまして、市町村等を通じて、森林組合など、森林の整備や管理を行う団体を紹介いたしますなど、林地化の取り組みが円滑に実施されるよう、適切な運用に取り組んでまいりたいと考えております。 佐藤健君え。ありがとうございました。まあ,あのそこあのもちろん農水省にの中にですね。まあ、林野庁もあるわけでありますので、あのしっかりとおり連携の方をしていただきたいというふうに思います、えー、それではですね。あのまリンチ化をですね。まあ、仮にした場合にまあ、これあの？ 林業の振興という観点でですね、えー、取り組んでいかなければいけないというふうに思います。あの林業の振興にはです、ね、まあ、これ、植林に対するまあ支援ということだけではなくてです、ね、まあ、木材をこれ活用していくための支援もです、ね、あの必要だというふうに思いますけれども、まあ、この活性化法におきましてです、ね、例えば木材加工施設等の,です、ね、この木材の利活用の取り組みの支援については、可能なのかどうか。 あお答えをいただきたいというふうに思います牧本農村振興局長 お答え申し上げます委員からご指摘いただきましたとおりです、ね、この植林に対する支援と合わせまして地域の林業の振興を図るために木材加工施設等の設置と言いましたこの木材を利活用するための取り組みに対する支援も大変重要だというふうに考えているところでございますこのため令和4年度よりですね。この最適土地利用対策におきましてこの営農が困難な農地への植林につきましても支援の対 対象といたしましたほか、農産漁村振興交付金を活用することによりまして、木材加工施設等の整備、あるいはその高性能林業機械の導入等の木材の利活用のための取り組みについても、支援をすることが可能となっているところでございます。こうした予算措置につきましても、法改正と一体的に周知することによりまして、地域の林業の振興を図りますとと,ともに、地域の活性化というものに努めてまいりたいと考えております。 佐藤啓君ありがとうございました。あのまあ最後にですね、えー、まあまさにあの要望ということになりますけれども、やはりあの今回のおまあ基盤法とですね、それからまあ活性化法、まあこれはあの一体としてですね、えー、地域のですね、まさに全体像を地元の皆さん中心に。 考えていいただきなながらととうことなんですけれども、まあ、あの私自身もこれすごくこの壮大な作業だなというかですねなかなかこの並大抵のですね努力で簡単にですねあの実現できることではないのかなというふうに、まあ、これ素人感覚でも思いますこれ相当なやはり地域の方々のもちろん努力熱意も大事ですけれどもこれ相当ですねサポートをですねやはり農水省の方で していただくまた、専門の方々からですね、えー、いろんな支援をしていただくということなくしてなかなかですねこの全体像をですね 地域の方だけで描いていくっていうのはこれ相当難しいんじゃないかなというふうに思います。あの農地をどういうふうにですねまとめていくのかという方だけでなくてですね、えー、農地としてなかなか使いにくいところをさらに何に使うのかとかですね、これ相当なですねあの難しい作業だなというふうに思っておりますので、あの積極的なですね関わりをあの農水省にまた林野庁にも求めてですね、私の質問とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい。